皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン作り講師、高橋貴子です。本日は初心者のパン作りということで、強力粉から全粒粉ライ麦に粉を変更する場合の注意点についてお話をしたいと思います。おそらくですね、一番皆さんがおうって驚く失敗になるケースが多いのがですね、強力粉から全粒粉ライ麦に変えた場合にですね、タンパク質量がほとんどないというような粉になっていくので、お水ですね、お水の量をそのまんま強力粉の時のレシピに当てはめてしまうとべちょべちょになります。だいたいもう全粒粉とかライ麦に変えた時にはお水の量かなり減らした状態からね、ちょっとスタートしていただくと生地なじみがいいです。はい、なのであまりね、きっと水を吸わないだろうという予想でちょっとお水の方を加減しながら入れていただいて、レシピを確認していただくということと、あとはですね、全粒粉とかなんですけども、特に発酵が早くなります。普通の小麦粉だった時よりも、なので発酵時間とかの見極めをもうちょっと早めのところから来るかもと思って見ていただく方がいいと思います。おそらく全粒粉ですね、そんなあたりが失敗する原因としてあったりするので、そのあたりをね、注意してやっていただくといいかなと思います。